パンフォーは、ユーキリンによる日本のライトノベル。イラストは、上田橋子が担当。ホビージャパン HJ 文庫館。タイトルのパンフォーは、パンツァーフォアの略。1945年5月、ナチスドイツは、首都ベルリンの陥落により敗戦を迎える。一方、数軸国の一角であった日本は、わずかな望みを託して、 アメリカ合衆国に講和を申し入れるが、アメリカ側の沿線ムードが後押しする形で、大方の予想を覆し日米講和は成立。その結果、第二次世界大戦は平和に終了するが、日米講和成立と同時に2月のヤルタ会談で、アメリカ・イギリス・ソビエトの3カ国が取り決めた、領土割値上の枠組みは崩壊、ドイツは新政府が機能停止状態に追いやられると、 共に連合国側が各々国内や植民地で勃発した分離独立運動への対処を優先したことも、鉄大全土が無政府状態となった。それから月日は流れ、ドイツには世界各国から腕利きの傭兵やならず者が集まって略奪を繰り広げる無法地帯化が進む一方であったが、その無法ドイツで潜入取材を試みていたジャーナリスト志望の少年。 五色昇格は、廃墟と化した街で戦車から砲撃を受け、どうにか砲弾の直撃は、免れるが戦車から降りてきた少女に、愛用のライカを奪われそうになる。その少女、ヒルデガルド率いるケルベロス隊は、軽駆逐戦車ヘッザーを操る、傭兵部隊であった。昇格はライカを譲らない代わりに萌えを依頼するが、金の入った袋をなくしてしまい、本来は四人乗りのヘッザーにかけていた。 総天主として部隊に従事することになる。そして、昇格が加わった、新生ケルベロス隊に、別の戦車隊を全滅させた姿の見えない、幽霊戦車の正体を突き止まる任務が舞い込んでくる。ありがとうございます。